ロバート・スチーブンソンロバート・スチーブンソンはイギリスの土木技術者。有名な鉄道技師であり、蒸気機関車に関する技術者であったジョージ・スチーブンソンの一人息子。ジョージの業績とされているものの多くは、実際にはジョージとロバートの共同作業によるものである。ロバート・スチーブンソンはノーサンバーランドのウィリントン・キーに生まれた。入滑するアポンタインにあるブルース・アカデミーで、 基礎教育を受け、ニコラスウッドで見習い期間を過ごし、キリングワースタンの管理を行った。エディンバラ大学に在学中、ストックトンダーリントン館に最初の鉄道を引く父親のプロジェクトに参加した。1823年には父親やエドワード・ピースと共に蒸気機関車を製造する会社であるロバート・スティーブンソンカンパニーを設立した。同社は、 初期の蒸気機関車の大半を製造し、20世紀中盤まで活動を続けた。ロバートは蒸気機関車のコンテストである、デイムヒルトライアルで優勝したロケット号の大部分を設計した。勢いづいた同社はさらに、リバプールマンチェスター鉄道や、レスタースワニントン鉄道などの新設路線に向けて蒸気機関車を製造した。 1833年には最初にロンドン市内まで敷設された鉄道であるロンドンバーミンガム鉄道の主任技術者となった。キルスビートンネルなど土木場の難工事が多かったが、1838年には開通した。ロバートは有名な橋をいくつも建造した。入滑するアポンタインにあるハイレベル橋、 メナイ海峡を横切る単鉄でできた箱型断面構造を取るブリタニア橋、コンウェイにある同様の橋、ベリックアポントウイードにあるロイヤルボーダー橋、中鉄の使用により崩落した D 橋などが彼の製作である。蒸気機関車、ロケット号国際的活動として、例えば1851年から1853年までアレキサンドリアからカイロまでの鉄道を敷設した。 鉄道は1858年にスエズまで延長された。ちなみに文久圏王施設はヨーロッパ上陸の前にこのエジプトの鉄道に乗車したわけである。1847年から1859年に死去するまでウィットビー選挙区の保守党の会議員であった。1849年に王立協会フェローに選出され、1855年から2年間は、 土木工学技術者協会の会長を務めた。死後、ロンドンのウェストミンスター寺院に葬られた。ありがとうございます。